はい、どうも、チャース、レオシグです。先にちょっと一つ言わせてください。ここ最近さ、通学消滅系の動画めっちゃ上げてるんですけど、あれ別に味しめてるとかじゃなくて、二つぐらい前の動画で、もうね、しばらく通学消滅系の動画はやめよっかって話をリュウちゃんとしてたんですよ。なったんですけど、ちょっとね、二つほど事情があります。一つ目が、もう、本当にストックが持たないんですよ。今、GDP 予選期間で動画撮る時間全くない中で、ぶっちゃけね、今本当毎日動画続いてんのが奇跡で、今日ね、本当は動画投稿する予定じゃなかったんですよ。今日はゾンとストックねえから休むかっていうところに、対戦相手でね、巨頭龍さんとユキさんのね、通学消滅コンビが来て、しかも俺がセブソで、相方がコタングのジャスティスと、絵面的に面白いのは間違いないじゃないですか。だったんですけど、めちゃめちゃ悩んだ。いやでも、最近上げすぎだし、もうしばらく意味を通学系はってなったんですけど、まあ、上げないよりは上げる方がマシかなって思って今回撮りました。何が言いたいかっていうと、今回の動画以降、しばらく通学消滅系の動画上げないんで、今回ばっかり許してください。本当に上げるもんがありませんでした。その代わりといっては何なんですけど、絵面めちゃめちゃ面白いというか、前回のセブソジャスティスめちゃめちゃ視点かっこよかったのとね、相反的にこっちめちゃめちゃかっこ悪い俺のセブソ見れるんで、お楽しみください。はい、といったんで、ああ、疲れた。前置きもね、長くなったんですけど、ここからね、しっかり見ていきましょう。さあ、でね、もう本当に視点が鬱陶しいんですけど、これ、1試合目まだマシなのをチョイスしまして、2試合目がマジでひどかったっすね。俺が本当に、俺のセブソといえば本当ね、攻めることが有名なんですけど、めちゃめちゃ逃げました。さあ、といったんで見ていきましょう。この試合は、まあ余裕ですね、展開的には。絵面的には全然余裕じゃないんだけど、まあ、まだ俺落ちてないでの状態で、相手2機落ちてるんで、まあまあ、なんとかなるでしょうっていう感じで、あと、一応ね、セブソバリアを持ってるから、プレッシャー無効化できるしっていう感じで、まあ結構激撃します、ここ頑張って。さあここ巨鳥さんがすっ飛んでくるんで、俺ちゃんとここで覚醒残してるんで、まあここは全然大丈夫です。ねぶっちゃけね、ファントムとかじゃなくてセブソなら余裕なんですよ。わかりますか。でここは後ろ覚醒と当たらず、まあまあまあよっそしましょう。なんならここ体力残ってるんで、自分からやりに行ってもいいかなって感じでダウン取って、ビンゲルがすっ飛んでくるんですけど、まあ俺セブソだからね、さすがに大丈夫ですよと思っていたのもつかの間。じゃあ2試合目いきましょう。2試合目はね、もう本当に、俺らしくねーみたいな感じでした。じゃあ行きましょう。いや、後ろ見りあんな風なの久々だよ。ちなみにね、めちゃめちゃリタマされたんだけど、マジで頭おかしくないそうでした。じゃあ2試合目いきましょう。この試合ね、多分、人生で一番後ろ BD 踏んだんじゃないかな。見ていきましょう。さあ、ちなみにね、これ対面して見りゃわかんないけど、これ無理だからね、普通に裁くの、これダブルロック。やばいよ、これ。まず被害甚大です。さあ、という感じで相方が襲われてるんで、助けに行こうとするんですけども、後ろからビンゲルが来るんで、ここ押さえに行ったら次ね、巨頭龍さんの第2波が来るんですよね。しかもなぜか死んでんだけど、俺の方にすっ飛んできたと思ったら、もう意味がわかりません、本当に。さあ、26秒の出来事なんですけど、まあ、とりあえずね、ビンゲルの方落としたんで、まあ、まだ試合的に余裕でしょう。さあ、でも精神的に余裕が全くないんで、めちゃめちゃ後ろビリー踏んでます。さあ、一度ダウン取ってビンゲルに来られると思って、ここも後ろビリー踏みまくって、とりあえずね、距離取ることが大事なんですよね。さあ、で、覚醒も変わって C 覚醒になってます。もう無理ですから、普通に考えて。さあ、で、ここはもう壁際なんで、もうなんとかなんとかさばいていかないといけないって感じで、もうピョンクがめちゃめちゃ使ってますね。さあ、ここは一回横サブ当たって、ビンゲル覚醒抜けさせることができて、さらにそこからバリア格闘。これ多分ね、バリア格闘まずこの対面刺さるんで、めちゃめちゃ使ってます。さあ、いくら迎撃してもめちゃめちゃ来るんで、ここはもういくらでも迎撃してやるよっていう感じでめちゃめちゃ殴ってる状況ですね。さあ、で、その次は巨頭龍さんが吹っ飛んでくるんで、ここもしっかりピョンカゲでさばきながら、さばきながら、いや、さばきませんね、これは。さあ、でも、まあまあ、なんとかなってるかなって感じで、もうここで俺も頭おかしくなって、ね、もうアンカー、もうとりあえずお前ら当たれって思ったら、割と冷静にさばかれましたね、ここは。さあ、C 学生は溜まってる状況で、これさ、巨頭龍さんずっとお前ひでこいたから誘導切れねえから当たんじゃねえと思ったら当たりました。はい、って感じの2試合目でした。多分ね、巨頭龍さんだけはね、この武装必中だと思うんですよ。なぜかっていうと、あの人、お前ひで動くからステップとかそういう回避行動取れないんで、後ろ覚醒で必中なんですよ。皆さん、打ちましょう。じゃあ3試合目いきます。あとね、なんでしばらくね、通学証明付けの動画をね、お休みしたいかと言いますと、もう収録がめちゃめちゃ疲れるんですよ、これ。皆さん3食ラーメン二郎食べたいですか？食べたくないですよね。そういうことなんですよ。じゃあ3試合目見ていきましょう。さあ、もう俺もね、多分、ここら辺から大概頭ばかり寝てめちゃめちゃ横振ったりしてます。もうこれ諦めてますね、若干。逃げるとね、逃げきれないんで、結構やってるんですけどね、逃げれません、これ普通に。さあ、めちゃめちゃ怒られて、しかもこれ覚醒買い忘れてるんで、だいぶやばいですね。
さあ、一郎ここ詰め寄られて、まあまあまあ、なんとかなるかなと思ったらね、もう片方が来るからなんとかなんないんですよね。大体、あの、巨頭竜さんをさばいた後のビンゲルにやられます。しかもここめちゃめちゃ近いんよ。なんでお前そこの距離いいんだよ。さあ、っていう感じで、もう見てください。もう二人で俺の方来るんですよね、危機として。さあ、逃げれるはずもなく一応弾を捉えて、フル覚醒溜まってるんですけど、まあこれね、一応これ次溜まんのかな、コタングの覚醒がもう一回回ればっていう感じなんですけど、どうなるかな。一応ここアンカーでさばいていってからなんとか高火力コンボを決めていくんですけど、マジでこっち来んなっていう感じですよね、ここは。なんとかさべきりましたね。さあ、コタングの耐久もやばいんで、ここは俺がゲームセットまで持っていきましょう。さあ、ビンゲル落としたのはだいぶでかいか。さあ、相方の方に巨鳥さん飛ぶんですけど、まあ、これ多分助けることできないんで、まあ、なんとかダメージだけ持ってきながらっていう感じですね。さあ、ビンゲレー減らすことはできたが、覚醒抜けで俺もガン無視。さっきまで俺のこと2人見てたの、急にガン無視ですからね、これ。かと思ったら急に俺見てくるんですよ。やばくないっすか、やってること。朝一の子は覚醒抜けして、もうなんとか止めていきたい、どっちかを。さあ、一回ビンゲレーを寝かせていってから、コタンが殴られてるんですけども、これコタンが信用してビンゲレー倒すしかねえなって感じで、ここはビンゲレー行きます。さあ、ビンゲル追っていって、なんかよくわかんない逃げされて、なんかなんとなく追えなかったっすね。さあ、で、ここ BD 角から N1 なんで攻めゲーしたんですけど、攻めゲーしたらぶん殴られました。常識がないですね、普通に。さあ、そのままなんかすっげえうまい遅延コンをされた挙句コタンがやばいんで、これね、焦って俺が突撃して、で、ここでね、格闘チャージ当たるかなと思ったら当たらず、もう、ファック!はい、といった感じで3試合目でした。皆さん見てください。これで、ね、俺の GP 予選のポイントマイナス4ポイントですからね。たまったもんじゃないですよ。じゃあ本日ラスト、この試合の巨頭竜さんの試合を見て終わりましょう。視点ですね。視点を見て終わりましょう。頭おかしくなってる。あのね、予選期間走ってるところにこういうペア当たんの、マジで災害だよ、本当に。もうね、高速道路走ってたらトラック150キロ突っ込んできたのと一緒っすからね。じゃあ見ていきましょう。さあ、あの、どうやって俺が死んでたのか見ていきましょうかね。さあ、とりあえずここは一回横振り返されてるんですけど、あのね、これね、めんどくさいのがね、先ほどから言ってた通り、巨頭竜さん、もうブーストオバヒになってまでさばいた後にあのビンゲルが飛んでくるんで、もうね、無理なんですよね。諦めるしかない、こういうのは。どうやって手痛いカウンターするかっていう、そういう部分が重要です。あの、多分さばききれないんで。さあ、で、ここはね、また迎撃成功したんですけど、今度はね、あの、ビンゲルがすっ飛んできた挙句、もう巨頭竜さんやりたい放題ですね、これね。さあ、コタングもみじん切りにされて、気づいたら俺が40秒ぐらいで落ちてますね。俺のセブソが、あの、自分で言うのもなんだけど、俺のセブソが40秒で落ちてるかね、これ。さあ、で、そのままコタングも頑張ってくれてるんですけど、まあ、抵抗もね、無力なばっかりにこのままね、かなり減ってしまい、さあ、覚醒が、キョトリさん溜まってて、プレッシャーから赤い一撃が決まっていく。さあ、しかも、コンボ中の俺がいたんで、ここはそのまますっ飛んでいくんですけど、なんとか俺らも頑張ってさばいてますね。さあ、相方の体力はミリで一度落とされて一人になってるんですけども、あんまり関係なさそうですね、これ。さあ、コタングの方行って、まあ、コタングね、お得意な高飛びあるんですけども、秒で終われるんですよね。めちゃめちゃ追いついてきます。さあ、だからコタングもね、なんとか頑張ってさばいてくれてるんですけど、地獄絵図もうすごいビンゲルとあのね、皆さん、ジャスティスでも逃げれない場面ってあるんですよ。どういう場面かっていうと、こういう時です。さあ、といったんで、またね、コタンが逃げていくんですけど、まあ、逃げれない時ってあるんですよね、世の中。さあ、コタンが覚醒抜けして、もう、巨頭竜さんも何やってか自分でも分かってないでしょうね、これ。さあ、コタンがかなりミリでなんとか残ってくれている。さあ、巨頭竜さんはめげずにそのまま詰めていって、高飛びに、なんだ?なんか追いつきそう、追いつきましたね。さあ、追いついていくんですけど、コタンがもうギリギリ逃げている。かなり偉いぞ。さあ、そのままおばひで止まらん人には CSN しっかり制裁しつつ、ビンゲル体力もやばい状況。なんか急に俺の方来て、しかも俺が死にましたね。なんとなく死にました、俺。はい、といった感じで今回ね、赤く海ビンゲル VS、レオシグガチ編成でした。いかがだったでしょうか。しばらく通過証明動画あげません。誓います。D は喉が持ちません。じゃあ、逃げ行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。もうね、疲れた、俺。予選で疲れて、収録で疲れる。なんだろうね、ほんとね。収録ってね、別にそこまで疲れないんですけど、やっぱね、これね、すごいんだよ。消費カロリーが尋常ないです。カラオケなんですよ、これやってることが、マジで。ほんとに。歌詞のないカラオケです。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。